こんにちは、ボスマンです。有馬記念まであと24時間を切った状態で今撮影しています。今年1年の総決算ですね。僕の本命はもうウィン・マリリンと、これはもう1ヶ月前から予告していましたので、今更変えるつもりもなくて、ただものすごい面白いメンバーなんでね、今回の動画は一頭ずつちょっとずつこう取り上げていこうかなと思ってます。一発撮りです。これ1回で決めなきゃいけない。僕はちょっと座った状態で同一姿勢を保つとですね、座骨神経痛が出ることが判明しまして、さっきちょっとやったら痛いっていうね、ちょっと頭の怪我からね、まだ完全にリカバリしていないんで、すいませんが、一発で決めたいと。編集もなるべく避けたいっていうことでね、一発でいきます。なので、まあ、本命はウィン・マリリンですが、まあ、一頭一頭取り上げていきますので、一応概要欄に頭出しはつけておくんでね、まあ、もし、スキップされるようであれば、そっか頭出しでスキップしていただければと思います。一番からいきます。ソウルオーディエンス。今のところ前売り 7.1 倍5番人気ですね。この馬に関しては、馬っていうより、やっぱ乗り換わりの方に注目が行きますわね。川田騎手の乗り換わりでどうなんだっていう。これは僕はまあ、プラスはプラスだと思うんですよね、はっきり言って。その川田騎手の中山のこの2500メートルの過去の実績がとか、そういったことはさておき、横山武史騎手よりは、川田騎手の方がこの馬に関してはいいんじゃないかと思う次第ですね。で、乗り換わりのアナウンスがあった時に、大半の方が、ああ、やっぱりなって思われたんじゃないですか。僕も思いましたよ。あ、まあそうだろうなって。それなんでかっていうと、やっぱり過去ね、ダービーからこっちセントライト記念菊花賞と、まあ、なんていうか発展性のない競馬を繰り返しましたよね。3回ね。特に、まあ、菊花賞に関しては、もう4角の時点で、ああ、ないなっていうね、勝ちの匂いも全く感じさせないような内容でしたし、あの競馬やったら、そりゃあまあ乗り換わるだろうなって思ってました。で、さっき、なんかやっぱ乗り換わりだっていうような暴露記事も出てましたので、菊花賞の結果で勝たなかったら乗り換わりっていうことをなんかあらかじめ通告されてたみたいな、まあまあそうだろうなと思いましたね。セントライト記念の2着がどうも馬主サイドが気に入らなかったっていう暴露記事でしたけど、それもそうなんだよね。レーベンスティールに負けちゃやっぱいけないんですよね。で、後ろから行っちゃ、その、足余すっていうか、届かずっていうか、騎乗ぶりにもまあ、ちょっと工夫もなかったし、今回、川田騎手の乗り換わりっていうのは、やっぱり、プラスかなと思いますね。ただ、馬自体が、客室的に言って、ものすごい乗り難しい馬であることには変わりなくて、川田騎手乗り換わったからって言って、突き抜けるかって言ったら僕はそこまではちょっと期待してないですね。去年のボルドグ風習みたいにね、こういう、ああいう後ろからしか行けないような、極端な不器用な競馬しかできない馬にも、結構チャンスがあるのがこの中山の2500だと思ってるんで、まあ、くしくも同じ勝負服ですけど、外からぶち込んでくるようなイメージは持てるんですけど、突き抜けるまではどうかなっていう感じですかね。ちょっとね、ああいうソウルオーディエンスみたいな客室の馬っていうのは、勝ち続けていくのは難しいですね。ただ、スケールのでかい馬だし、搭載してるエンジンがとんでもないエンジン積んでるっていうのは僕も感じてるんで、3着まで突っ込んでくればかなぐらいのイメージですね。ちょっとこの馬を本命にするつもりはないし、まあ本命にっていうのはちょっとリスク高い気がするんですけどね。ソウルオーディエンス本命の方、まあいらっしゃると思うんですけど、川田騎手乗り換わりっていうのは、まあ、ありだと思う。ただ、この馬と、例えば同じような客室のドーデュース比べた時に、僕ドーデュースの方がまだいい気がするんですね。なんでかっていうと、武豊騎手って後ろから行ってっていうね、この客室的に合うんですよね。ドーデュースみたいな客室合うし、武騎手の方が長距離の G1 で後ろからの馬乗せた時の実績が圧倒的だから、この馬に武豊騎手だったらもっと面白かったかなってちょっと思ってますね。ソウルオーディエンスね。なんで、僕はちょっとソウルオーディエンスは、まあ、掲示板まで入ってきたらいいんじゃないのぐらいの今、ちょっとそんな印象なんですけど、どうですかね。僕の、こうなんていうか、感覚なんですけどね。続いてシャフリアル。プリンスはね、これもう香港除外になった時点でもう、ちょっときついっすね。なんていうか、やっぱ府中の方がいい馬だと思うし、左回りの方がいいんじゃないかなっていうね。一回やっぱりマックスまで仕上げて、除外になってここ来てっていうね、ちょっと臨戦過程がちぐはぐになっちゃったのが残念ですね。ダービー馬、今回ね、ダービー馬3頭揃ってるんですけど、
僕の中ではそのダービー馬の中では3番手の評価、ちょっと厳しい戦いになっちゃうかなって思いますね。その究極の切れ味を出せる馬でしたけど、やっぱ年齢とともにその切れも、なんていうか、もう広い府中みたいなコースでズバーンっていうことをしないと難しいのかなとかも思う。ね、喉の手術をして前走の BC ターフ3着で今回上がり調子だっただけにすごい残念ですね。香港出てたらどうだったんだろうっていう、今回はちょっと勝ち負けっていうのは僕の中でイメージがしづらいんですよね。でしかも急遽だったからジョッキーもね、松山浩平騎手っていうことで、ちょっと僕この馬ダービー馬としてかなり好きな部類なんですけど、今回はもう割引も割引ですね。枠はいいけどねっていう感じですね。続いてホーアミューズ、エミューズ、すいません、この馬僕全く分かんないんで、今まで一度も注目してきたことないから何も言えないんで、ちょっとスキップします。何にも言えないです。4番タイトルホルダー、タイトルホルダーは本命の方 かなりいますよね。まあ4番人気、今4番人気ですね。終わってみたらこの馬の強さを思い出さされたっていうような結果になる可能性もあるんですよね。結局4コーナー回って3馬身ぐらいのセーフティーあったら行っちゃうと思うし、やっぱり中山の2500って合ってる感じがしますよね。怖いよねこの馬ね。やっぱオールカマーは本当なんていうか様子見様子見の仕上げだったっていうことを言ってるし、前走にしても僕は明治の仕上げだったと思ってないんですよね。だから有馬記念って基本的に使って使ってで体調 80% ぐらいで出てくるような馬が結構多いと思うんですよ。だけどタイトルホルダーに関してはジャパンカップ使われてここが明治っていうようなね感じなのかなっていうね。体調面で言うと多分相当良くなってるんでしょうね。だから怖いねタイトルホルダー58キロだしね、行かれてしまえばそれまでだし、イクイノックスと前走 1.3 秒差ですけど、僕はこの日経賞の春の日経賞のイメージがねやっぱ強くてね、59キロで相手ボッケリーニですけど相当強かった。やっぱ中山の2500って強いなってイメージが残ってるんで、勝たれても何ら不思議ないかな。でここが引退レースなんで明治に仕上げてきてるでしょうね。ちょっとこの馬はやっぱ怖いですね。勝利のイメージができますね。この馬日経賞のイメージがやっぱとても強いですね。僕この馬はやっぱり本命候補でもいいかなと思うんですよね。今一番人気がジャスティンパレスなんですよね。ジャスティンパレスも天皇賞春の勝ち馬ですけど、タイトルホルダーがまともだったらジャスティン・パレスよりは僕は強いんじゃないかなと思ってるんで。で5番ドーデュース、ドーデュースが京都記念以来久々に万全の状態でですね、ターフ、ドバイターフ取り消し、天皇賞秋イットジャパンカップは豊か騎手が負傷ということで、もうひたすらチグハグだった2023年、京都記念だけですねまともだったのはね。ただあの京都記念が強すぎて、うわこんな強いんだっていうね、あの後ろから行って取りこぼすんじゃないかみたいなことを京都記念の時に言ったんですけど、なんかそういうことを言った自分が恥ずかしくなるぐらいの強さだった。今回が叩き3戦目、天皇賞秋ジャパンカップ有馬記念って秋のビッグ3を、解禁で走ってくる馬最近少ないですから、本当だったらね天皇賞秋ジャパンカップ使ったら有馬記念はもう少し緩やかな下降戦でね、こう体調的には少し緩く、まあこの馬に関しては調教でなんか秋下半期一番いいっていうようなそういう感触らしいんで、使われて良くなるタイプなのか。あーでも豊か騎手に戻りますしね、後ろからの客室っていう意味だと、そのさっきのソウルオリエンスとあとスルーセブンシーズも枠番的にも、あと過去の宝塚記念の走りから言ってもある程度後ろからなのかなっていうふうに思うんですけど、後ろから勝負する馬の中では明治でやっぱドーデュースですね。中山の2500っていうのはちょっと距離が長くてもコーナー6回でごまかし効くんですよね。だから過去にも、気象的に、府中の 2400m とか全然ダメだったサッカーボーイなんかも有馬記念だとあの突っ込んでこれるし、あるいは
そうさ、そうっすね、昔の競馬でいうとマイラーなんだけど毎年ダイタクヘリオスは出てくるとかさ、それなんで出てくるかっつったら 1600m の馬でもこの2500だったらある程度ごまかし効くんじゃねっていう感じで出てくるんすよね。ドーデュースにしても 2500m の中山はなんていうかハマったらこっちは突き抜けるところまであるかなっていうイメージなんですね。ソウルオーディエンスちょっと突き抜けるまではどうかななんですけど、こっちは突き抜けるまであるかなっていうそんなイメージですね。武騎手が相当自信あるみたいなんですよね。この馬の実力に相当自信があるみたいなんですよね。ハーツの子だしピークは来年なのかなとか思いつつも、ここでダービー馬復活っていうシナリオはそれはそれでちょっとかっこいいなって思うんですよね。ドーデュースね、これ僕はドーデュースはちょっと楽しみですね。ディープボンド、ディープボンドね、前回ジャパンカップの時にまあ特集動画作ってであるんじゃないかと、つまり凱旋門賞に行かなかったのは3歳のねクラシック走ってた時以来だから、前走使われて今回ねかなりいいんじゃないかっていう動画作ったんだけども、体重がマイナス20キロぐらいで相当ちょっとまあ臨戦過程がうまくなかったっぽいんだよね、うん、で今回プラス22キロっていう前発表だから本番ね当日もプラスそのまま22か、まあ、プラス20キロぐらい、まあ、減ってた体が戻ったっていうそれだけはまず確実 でディープボンドっていう馬は、まあ、ほぼナイスネイチャーですねと思う。あの有馬記念3年連続3着みたいな、でこっちも天皇賞春3年連続2着とかさ、あるいはこの同じ同一のレースだけひたすら走る馬って過去にいるんですよね、バランスオブゲームとかさ、ああいう馬いるんですけども、そういう馬って共通してることがワンパン足んないんですよねワンパン足んないんですよ。だからナイスネイチャーだと思えばディープボンドがワンパン足りないから、やっぱここも勝つことはないんじゃないかと思いつつ、ただこのコースが ある意味型にはまっているのも事実で、まあ2着に来たこともあるみたいにコース実績があるレースだと今でもその型にはまった時やっぱり来るんじゃないかなって思ってて、天皇賞春は多分彼にとってはまるんですよね。あと多分宝塚記念も割とはまるんじゃないですかね。で有馬記念もまあはまるっていうか過去に1回2着があるみたいにダメなコースじゃないから、体重戻った今マーカンの騎手でここでかよっていう、そう大掛けあるんじゃないかなって思っててね、やっぱりディープボンドないっすよとはね思わないし言えないし、ただブリンカー効果がっていう記事が出てるけど、僕はそれはほとんど関係ないと思ってて、個人的な経験で言うとブリンカーで一遍だみたいな記事出た馬大体来ないですねそれが2歳の時とかせめて3歳だったらあってもいいと思うけど、コバの6歳の暮れで今更ブリンカーつけて走りが一遍ってことは僕はほとんどないんじゃないかと思ってますね。もう正直何かしらネタが欲しいマスコミに対してまあちょっとやってますよみたいな、で効果がないとは言わないけど、つけたからって言ってびっくりするぐらい走るってことはちょっとないんじゃないかなと思ってますね。で B マークついてるから本番でもこれつけるんですよね、ブリンカーをね。で遮断角つけるってことはもうある程度前に行きますよの意思表示でもあるわけで、こういうことするわけだから馬にこう330度見える、馬後ろ見えないようにこうするわけで、ここだけしか見えないようにするわけでしょ。ってことは後ろから下げるってことは考えづらいですよ。だってここしか見えないようにして後ろから行ってどうすんだよって話で、後ろから来る馬たちが見えないで前だけ集中して走るんだよっていうことでつけるわけですから、まあ逃げるとは思わないけども、もう2番手3番手から競馬するっていうのはほぼ確実なんじゃないですかね。で逆にそのポジショニングがハマる可能性っていうのは大いにあるかなと思ってるんで、まあブリンカーつけるからにはまあ中途半端に中段からとかいうことはまずないと僕は考えていて、彼が大掛けするとすればポジショニングと位置取りがハマった時、あと流れが向いた時っていう感じですかね。8番ライラック、ライラックも中山コース得意だっていうのは分かってるっすけど、エリザベス・ヨーハイ、この馬も京都コースだろうが阪神コースだろうが2200って彼多分彼女は相性がいいんでしょうね。だけど今回はいやー、まあ僕ウィン・マリリンから前頭流そうと思ってるんでライラックも買いますけどね。
だけど、まあ、ちょっと特にコメントないな、ライラ。このまま結構村っぽくて難しいっすね。来るのか来ないのかよく分かんないとこがあるからね。ただ実力がある馬なんですよね。そうじゃなかったらやっぱりエリザベス女王杯2年連続でやっぱ掲示板入ってこないしね。難しいっすよね。ヒートオンビートちょっと難しいっすね。正直あんまりコメントないっすね。はっきり言って金亀のボバだともう晩年はあんまりスピードがちょっとスピード足んないんじゃないかなっていうぐらいですね。そしてジャスティンパレスですね。ジャスティンパレスはもうほとんどフィエールマンですね今ね。ね、天皇賞春勝って、まあフィエールマンは菊花賞馬なんだけれども、天皇賞春勝って、で天皇賞秋でも2着、まあ、イクイノックスの2着、フィエルマンはアーモンドアイの2着でしたけども、天皇賞春を勝ったディープインパクト3区で府中の2000でこんな速い、こんなスピードに対応できるんだっていうね。でも疑似フィエルマン、ちょっとしたフィエルマンですよ。だからフィエルマンっていうのはあんだけ強くても、まあアーモンドアイとかいたし、決してそのなんていうかキング的な扱いはされないまでしたが、天皇賞春連覇&菊花賞&天皇賞秋2着っていうね、裏番長でしたね。ジャスティンパルスもこのまま行くとね、裏番長になる可能性があるっすね。ただ天皇賞秋2着はやっぱり評価 しなければいけないですよね。あのスピード決着でしっかりと2着に入ってきて、スタミナもあると。あで今回横山武史騎手で、まあ横山武史騎手がちょっと不安ですね。まあこの前のコラソンビートの騎乗もそうだけど、ちょっと一頃の彼に比べたら弾力がないですね、騎乗にね。弾むようなこうなんていうかワクワクさせてくれるような騎乗がないかなっていう印象ですね。平地のレース勝ちまくってる、100勝以上してるんで勝ちまくってますけど、それはやっぱり勝てる馬が来てるからしっかり勝ってるだけであって、それは大したもんなんだけども、エフフォーリアの皐月賞とかエフフォーリアの有馬記念とかね、ああいうもう会心の騎乗、さすがたけしいいぜっていうね、そのよっしゃっていうこのバーンっていう弾力にね飛んだ弾むような騎乗競馬っぷりがないなっていうふうに思ってて、コラソンビートに関してはもうなんだよって、そのなんで6馬身外走るんだよって、パトロールビデオを見ると6ワイドなんですよ。うちから6等分目のところちょっと走って直線向いてるんでね、ずーっと外外回らされて、直線に向いてももう外走ってっていう、そんなところ走って5番人気のルメール騎手の馬に刺されたんじゃ目も当てらんねえだろうがって僕は思うんですね。この2着のステレンボッシュ、ルメール騎手5番人気ですよ。これが4列目からさ33秒5の上がりできて2着だけど、これがそのなんでルメール騎士4列目まで下げたかって言ったら、やっぱ下げることでさ、まあ6、まあ2枠6、3枠6番からだけど、ちゃんとインコース通って経済コース通って4角回ってから外出してるっていう、やっぱりポジション取りやっぱ彼タイトなんですよね。だからこうやってきっちり来るんですよね。だから首差の首差じゃないか 1と1/4馬身だけども、コラソンビートもうちょっとそのインコースを意識した競馬してれば2着3着ぐらいひっくり返ったんじゃないかなって思っちゃったんですよ。それぐらいなんかそのなんかただくるっと回ってきただけに見えちゃって、そうで、コメントでも最近横山武史騎手競馬が雑なんですよねってコメントいただいたんだけども、あのその表現結構まとえてるなって、雑一頭一頭なんか、まあ騎乗数も増えたし騎乗する馬のクオリティも上がってるんでしょうけど、このウィン・マリリンでフローラステークス勝ってバンバンバンバーンってこうエフフォーリアでガーンと出世してきた時の彼の感じでは今ちょっとないな。まあこれからもしかしたら今ちょっと壁に当たってまた突き抜けていくのかもしれないけども、まあ突き抜けるんだったら、じゃあこのジャスコの有馬記念ジャスティンパレスでさ、これ会心の競馬して有馬記念制して壁破ってほしいなぐらいの気持ちで見てるんですけどね。ただちょっと鞍上がルメール騎手と比べたら絶対格負けしてると僕は思う。やっぱルメール騎手ってやっぱすげえ、あのブレイディ・ボーグとかエリザベス女王杯のあんな出遅れ癖のある馬で1枠1番入ってガッツ勝つからね。しっかりスタート決めてインコースからプッピュッて、やっぱルメールすげえなってあの改めて思います。本当にやっぱルメール騎手すごいですね。あの今の横山武史騎手と比べるのはちょっと無理があるぐらい彼はやっぱり遥か彼方ですね、ルメール騎手ね。やっぱすごいですね、本当そう思う。でハーパーちょっと1年
待ってくれよって感じですね。僕この馬かなり期待してですね、エリザベス王杯もお取り上げて3着来てくれたけど、結構僕はこの馬に来年その小馬なって牝馬限定戦だったらまあ G1 でもビクトリアマイルでもと思ってるけど、大阪杯とか出てきてしっかりなんか頑張れるような馬になってほしいと思ってて、すごい期待してる馬なんで、ハーツの子だしね。まあリスグラシューになるとはさすがにそこまでは言えないけど、リスグラシューの2歩手前ぐらいまで出世してくれたらなとか思うんです。ただ、さすがに今年はちょっと早いよっていう。秋華賞3着、エリザベス女王杯3着ね。桜花賞もオークス2着だけど、切れる足がね、今んとこなくてね、もうちょっとなんかきっかけ与えたいですね。でもここも、もしこの有馬記念で5着とか入ってきたら、やっぱ来年以降はめっちゃ楽しみですね。な、今回はどういう競馬っぷり、コバとね、ボバ相手にこのコースでめちゃくちゃきついですけど、秋、3走目、どこまで頑張れるのかなっていうのをちょっと、それをなんか見守りたい感じですね。はい。ちょっと競馬地、掲示板も苦しい。でも、5着、6着、7着ぐらいまでだったらあるかなって思う次第ですね。そしてウィンマリン。はい、マリリン。前売り14番人気っすか。こんな人気ないのね。でも僕はこの馬本命ですよ。あ、僕は来るっていうか、こんな人気ないのはちょっと納得いかんな。ライラックール人気ないとかさ、アイアンバローズより人気ないとか、そらないでしょって思うけど、いやー、だって中山日経賞の勝ち覚えてないのかな、みんな。で、BC に遠征した組って結構調子いいのよ。そのオールカマーでぶっ飛んだ組がさ、そのまんま BC 行ったでしょ。あのプリンスシャフリアールもね、札幌記念から BC ターフ、マルリンがオールカマーから BC、レディースフィリーズか行って3着4着って感じで、その前走ちょっとね、あのかなりびっくりするぐらい負けてたからどうかなと思ったけど、シャフリアールもマルリンもアメリカですごくいい内容だったから、今回まあ帰国初戦って形になるけど、いや、いいんじゃないかなと、引き続きいいんじゃないかな、引き続きっていうか引退レースなんだけど、なんかなんでこんなに人気ないのかわからないな。僕はかなりやれるイメージを持ってるんですけどね。まあ6歳牝馬なんだけども、いやー、人気ないね。まあこれはなんていうか、マリリンをね本命にしないとね、なんか悔いが残っちゃうから、ずっとフローラステークスからずっと応援してきた馬だしね、すごい好きな馬だから、ここはもう仕方ないよ。ウィン・マリリンを頭にして全頭ワイドで流そうと思ってんのね。まあマリリン自身がこんだけ人気なかったら、別に一番人気相手にワイドで流したって、マリリンが3着に引っかかれば多分配当すごいつくしね。本当にマリリン本命は変わらない。うん、あとはもうそうね、なんていうかちょっとしたオカルトみたいなこと言うけど、まあ僕にとって今年のまあ秋は結構いろいろあってさ、まあ自分自身も怪我したりとかもなんだけど、千葉雄介さん亡くなっちゃったのね、ミシェルガイルファントの。これもすごいびっくりした。まあ春に食道がんだって、でも帰ってくると思ってたのね。だけどえっていう、まさかの、まあX ジャパンのヒースも亡くなってしまったしね。僕ヒース加入後一発目の東京ドーム年越しライブ行ってるからね、中1の時ね。本当にだからすごい好きだったアーティストがバタバタっと亡くなってびっくりしてるけど、あ、ミシェル・エレファントはギアブルースってアルバム初めて買って、あれがすごい、まあこうミシェル知らない人全然何言ってんのと思うけど、すごいねアメリカっぽい曲たくさん書いたんですよ、千葉雄介さんって。歌詞でもう本当にね、目つぶって聞くとね、アメリカのこの、あ、多分彼はこんな風景を歌ってるんだろうなっていうね、そういうのがもうなんていうか見えてくるような、すごくね、あの好きな曲たくさんあってね。だからアメリカっぽい馬っていうね。そうすると、あ、もうこの出走メンバーの中で目一でアメリカンなのってウィン・マリリンなんだよ。だってマリリン・モンローから取ってるんでしょこれ。だからアメリカの女優のマリリン・モンローから名前取ってて、ダムサイヤーはフサイチ・ペガサス、ケンタッキー・ダービー馬じゃん。そして前走はアメリカブリーダーズカップっていうね、アメリカ色が一番強いマリリンね。なんで、まあアメリカっぽいロックンロールをね、聞かせてくれた千葉雄介さんが亡くなっちゃったんで、そういうまあちょっとしたオカルト馬券ですかね。まあこれってね、ないこともないんだよ。2001年の時さ、セプテンバーイレブンがあってさ、その時の有馬記念って1着マンハッタンカフェ、2着アメリカンボスなんだよね。
そういうっていうようなことってあるからね、歴史上ね。モリス騎士も今中央で一緒なのかな、でもかなり乗れる、かなりあの馬動かせるジョッキーだなっていう印象を持ったんで、僕はモリス騎手にも相当期待してですね。まあ枠がね、もうちょっとうちだったらライラックと交換してほしいなって思うけど、まあまあいいや、まあいいっす。長くなっちゃったね。タスティエラ、はい、これショート動画でも言ったんですけど、タスティエラは今回出てくる3頭のダービー馬の中では最先着を僕は予想していて、一番アベレージの馬だと。シャフリアルほどの瞬間切れる足はない。32秒台で上がったりとか、さすがにそこまでの切れはないですよ。で、ドーデュースみたいに、もう一旦勢いついたら誰にも止められないような、ブルドーザーみたいな、あんな破壊力のある追い込み足もないですよ。だけど、この馬は、馬込みで我慢できる。前走の菊花賞は偉かった。かなり揉まれて、もう、まあ、モレイラ騎手のハンドリング素晴らしいのはあるけど、前走は菊花賞はね、偉い競馬だったですね。はい。ダービー馬としてしっかり菊花賞出てきて、しっかりとダービー馬らしい競馬、なんていうか、頑張る競馬っていうのかな。馬込み我慢できた。仕掛けられての反応っていうのは素晴らしいものがある。だから器用な馬ってことですよね。ジョッキーの指示通りに、どこからでも行ける。で、自分から競馬作ることもできるし、多分、今回ムーア騎士で相手はこの馬だって決めたんだったらそれをガンマークするようなそういう競馬もできるんじゃないかと思っていて、中山の2500ってのはやっぱ器用さが欲しいですわね。で、なんだけど不器用な馬がね、3、4コーナー大外ぶん回して外から突っ込んでくることもできる競馬で、両極端な馬が上位に来るんだよね、この競馬だから。ドーデュースってのは僕は武騎手今回大外ぶん回して来るんじゃないかと思ってるんだけども、それでも一旦加速したらあの馬は手つけられないと思ってる。で、タスティエラの方はムーア騎手、まあジャパンカップのベラールアズールじゃないけども、 BC ターフのオーギストロダンじゃないけど、馬込みでじっとして真ん中から縫って突き抜けてくるような器用な競馬してくるんじゃないかなと思ってて、タスティエラっていう馬をもしかしたら競馬ファンはまだまだ過小評価してるかもしれない。6番人気ダムサイヤ、マンハッタンカフェもいいっすよね、菊花賞馬。うん。でさね、ルメール騎士だったらこの馬相当面白かったんじゃないですか。生き添い騎士じゃダメだとは言わないけど、でもルメール騎士がね、やっぱズバ抜けてるんだよ、やっぱ。改めて思うけど、改めてやっぱズバ抜けてる。そしてムーア騎手、改めてズバ抜けてる。ほんと。で、今回、まあマーカンド騎手、マーカンド騎手もほんといいと思うし、モリス騎手もね、相当僕は期待してるし、ムルビーに至ってもはやファンだからね。なんで、池添騎士がダメだなんて口が裂けても言えないけど、これはルメール騎士だったらなって思わずにはいられないんですよね。どうですか、僕これはルメール騎士だったらこの馬多分一番人気だったと思うな。ドリシャの子だしね、こいつオスだったらな、なんで牝馬なんだよってベルトライ前でいるけど、ベルトライどうしたんだ、そういえばね、ドリシャの子だからな、頑張ってほしいのはあるよね。これ5歳だからもう引退これでね、いや勝たれたら勝たれたで、勝たれたらつうか勝ったら勝ったで、ドリジャの子で G1 ってこれまあ熱いよね。ああ熱い、絶対熱い。ちょっと応援しちゃうよねこれね。まあマリリン応援してるとはいえ、スルーセブンシーズも同じぐらいちょっと応援しちゃうねこれはね。これダメだね、この有馬記念やっぱり応援してる馬が多すぎて、なかなかちょっと一頭に絞るのは難しい。まあマリリン本命にしちゃってるんでもういいですけどね。最後長々となりましたけど、スターズオンアース、スターズは絶対来ると思うけど、来るとは思うけど、枠がやっぱさすがにドギチいね。3着には俺は来ると思ってます、この枠でもね。それはもう理由はルメールだから。うん、ルメール騎手がうまくやってくれんじゃないかなと思う。まあルメール騎手でもね、アーモンドアイ有馬記念負けたことあるよ、うちかなんか、うち枠、うち入ってバグの中で擦られて馬がなんか引っかかったとかいう理由で、ぶっ飛んだこともあるけど、いやでも頼もしいよやっぱりね、いややっぱり彼に勝るジョッキーは今中央競馬ではいないと思うな。それはムーア騎手が来ようが、モレイラ騎手が来ようがね、いや彼らは彼らでスーパーなんだけど、いややっぱりルメールだな。なんか改めてちょっとそう思わされた、2023年の下半期っすね。まあイクイノックスもね、あれだけの馬乗って当たり前のように勝っていくっていうのもそれはそれです大変だし、って言ってその人気馬
だけじゃないんで、やっぱこのなんていうの、このやっぱこの前のこの阪神ジュビナルフィリーズの時の騎乗素晴らしかったよね。ステレンボッシュが本当素晴らしかったよ。本当に卒のない競馬して、ちょっと人気薄のしても馬実力あれば卒のない競馬でこうやって来るんだっていうねことだよ。でも前走ジャパンカップ追い出し始めてからビューイック騎士がエンジンかかるのにちょっと時間かかったようにも見えた。あの3着だったんだけど、正直追われていつもの反応だったら、わあ2着そのリバティアイランドともっと接戦だったと僕は思ってて、仕掛けられての反応のちょっと悪さっていうのがやっぱ天皇賞をスキップしたことの影響なんじゃないかなって思ってるんですね。なんで今回1回使われて、とにかくすがるスターズオンアースっていうね、ふざけたタイトルの記事があったんですよ。なんだよそのとにかくすがるいってなんだよと思ったけど、今回1回使われたことで多分右回りの中山だけども、あのリアクションはいいと思う。ただスタートしてすぐコーナーじゃないですか。これで後手踏んでケツにケツさんとかからの競馬になったらアウトっすねどう考えてもね。でスルーセブンシーズの方はちょっとぐらいなんかもう後ろからになっちゃってもある意味もう腹くくってケツから競馬っていうのでいいと思うけど、スターズはちょっとそんなに後ろからはそんなにものすごい足で一瞬で切れるっていうよりは長くいい足を使うイメージなんでね、この馬こそスターター五分で決めてなんとかこう中段で馬込みの中でね外外通らされてもいいから、あのいいとこ取りたいですね。ということで、僕はタスティエーラがどこまでダービー馬としてこのメンツで頑張れるのかなっていうのをちょっと注目しつつ、スターズオンアースはもうジョッキー頼み、ルメール騎士のエスコート抜きで上位は、ていうかスタートしくったらさすがのルメール騎士でもちょっと巻き返せないんじゃないかと思ってて、本当にスタートが全てですね。はい、でマリリンはマリリンな、こんな人気ないのはちょっと腹立つな、これ頑張って本当ちょっとあっと言わせてほしいですね。ジャスティンパルスはここ勝つと、あのフィエールマン路線ね、来年の天皇賞春勝ってもし連覇とかなると本当にフィエールマンに限りなく近くなる。それはつまり真に、本当はチャンピオンなんだけどもってことよ。ああジャスティンパレスは本当そうね、本当ここを勝って来年の天皇賞春勝ちますなんて言うと本当フィエルマンの息だよな。長い動画になりましたがご視聴いただきましてどうもどうもありがとうございます。皆さんの予想をねぜひぜひコメント欄からいただければです。ディープボンド引退っていうね報道もないし、どうもここの結果に関係なく来年もやるみたいなんでね、まあ、ディープボンドも、まあ、ブリンカー効果というか、まあ、ブリンカーつけるからにはもう2番手3番手ほぼ間違いないと思うんで、その辺のポジションからいって、はまんないかなっていうねところですね。はい、ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。レース解雇動画もやりますのでよかったらそちらもお付き合いください。最後まで見てくださった方はね本当にありがとうございます。じゃあね。